皆さんこんこにちは私のチャンネルへようこそ。近畿キ,キッズの堂本光一45が9日、東京・帝国劇場で主演ミュージカル「エンドレスショック5月31日まで11月、帝国劇場7、8月、梅田芸術劇場9月、博多座を上演2000年11月の初演から25年目を迎えて今年終幕する同舞台の公演数は この日2018回に達し、森光子さん12年死去、去年92が「放浪記」2017回で持つ国内演劇における単独主演記録を更新した。2000年11月2日の初演から8589日、2018回目のステージを全うした光一は、この景色が見られるのは本当に幸せなこと。皆様の拍手が こんんなななににも力になるんだな超満員の客席、そして共演者から万代の拍手が継がれる中、どこか恥ずかしいようなそぶりで頭を下げた。4月11日に幕を開けたラストショック。同22日に通算2000回公演を記録し、森さんの誕生日でもあるこの日、森さんの大記録を超えた。国内演劇の単独主演記録を更新した。だが、光一は、 とても比べられませんと記録を樹立したことはもちろん、森さんと比べること自体を拒む。大変な時代を生きられた方ですし、自分なんかと比べることのできない偉大な方。絶対に同列に並べることはできないと強い口調で語り、この作品を愛してくださったお一人ですと丁寧な言葉で回想した。森さんはショックの初演から毎年感激に訪れ、いつも激励してくれた。 体調を崩した後も毎日弁当を差し入れてくれた12年の公演中には右足靭帯靭帯を部分断裂した東日本大震災やコロナ禍で中止も余儀なくされたそれでも代役を立てずに守り続けられたのは森さんの生き様があったからあいつより上手いはずだがなぜ売れぬという森さんの有名な言葉がありますけど 自分は逆であいつより下手なので、命を燃やさないといけない。ずっとそう思ってやってきました。自分には何もないので、命を燃やすしかない。異形や昇形、昇形の念を込め、いつしか光一は楽屋に森さんの写真を掲げた。行って参ります。いつも、いつも支えてくださった母、と表現した森さんにそう伝えて臨んだこの日も圧巻の殺人やフライングで節目に花を添えた。 森さんは作品を自分を支えてくれたお一人感謝を申し上げてもどんな言葉も当てはまりませんありがたすぎていつ何時も謙虚で低姿勢な森さんの姿と高一の言葉が重なった田中裕貴高一に聞く実感はあるかないんですよ今井いい翼や後輩も駆けつけてくれましたけどつい最近のことのように思えちゃうんですよね すごい不思議な感覚。長い間続けられた秘訣は、やっぱり、そこに求めてくださる方がいるのが大きいですね。お客様はもちろん、共演者の方やスタッフの方にも応えたい。歴史に長が刻まれる。滅相もございませんという感じで。25年目でメンタル的には一番強い状態にありますけど、フィジカル的には来ています。笑い。体は正直です。ファンに一言。 そこにお客様がいるからこそモチベーションがあって続けられる。皆様の支えがないとできなかったことですので全ての方に感謝申し上げたい。ショックとしては今年終止符を打ちますけどまた新しい自分をお届けできればと思っていますので「ゼロ、公演後の特別カーテンコールでは初代ライバル役の今井翼42や今年同役を務めるカトゥーンの上田達也。 40や中山優真、30ラどを舞台に馴染み深い9人が駆けつけた。今井が、なんか懐かしいです。未成年の頃に初めて立たせていただいて、光一くんは今でも立ち続けていると思うと、本当にかっこよいと思いますと祝福した。久しぶりに過去の共演者と再会した光一は、なんかタイムスリップするんだよな、と満面の笑みを浮かべていた。どう思いますか 気に入っていただけると嬉しいですまた次回お会いしましょう